もう最後に近づきつつあります。ここまで来ました。ここ1913行から、理を知りて正を知らざれば必ずや偽る、正を知りて理を知らざれば必ずや喰らむ、ある人曰く照らす者は知なり理にあらず、これ未だ尽くさざるなり、それ理なる者は分かれて条理を薄すゆえに、少々をもって照らす。しかれば、すなわち照らすものは、ここはですね、少々に対して明形ってないですね。そうしたら、1718ですから、ここ、編集ミスですね、私の。取ってしまって、ここに持っていくゆえに、でこれを取っちゃうと、長官字はよくできてますね。少々は持って照らす、よく考えてますよ。少々は、そうすると、一つこっちに持ってきましょうか。取っちゃって、上からこうして、少々は持って照らす。しかれば、すなわち照らす者は食なり、目は持ってこれを見る、照らす者は理なり、知は持ってこれを知る。もう一度また出しますけどね、これですね、この講演水、これは要するに少々を持って照らす、この範囲は照らされたんですよ。だから分かるんですよ。しかし、これとこれ、分からない範囲が条理ということです。条理の対にありますよ。これが、少々の理と命名の個の対ですよということで、対が優先してるんです、言語ではね。照らすものは理なり、知は持ってこれを知る。知りましたよ。こちらを知らない。こちらとこれが対であることを知らない。これが次の地球文明を作る原理です。分からないところは分からないで、やっぱり分かるものと対をなしていると。これはアインシュタインがどうしても理解できなかったところですね。故に職を取りていくものは転倒の憂いなし、これ理のくらますべからざるゆえんなり。ここ間違いです。バイエン先生、ゆえんって読まないんですよ。これには参りました。ところ、一回中断して写真版を確認します。写真版で確認しました。ここはここではないですね。このリの持って、リの持ってくらますべからざる、くらますかな、くらむ、リの、これはもう最終的な資料館に尋ねるしかないです。私の写真版、あとくらま、多分二文字ありますから、ますですね、むではないです。ます、くらますべからざるところなり、職を失えて転倒すといえども、
しかもなお長調として、やもべからざる者は長調が分からなければ、とにかくいい時代です。長調まあ書いてるままです。盲人が手引きの人を失えて道に迷う棒と、そういう様ですね。そういうの長調という、まあ、昔は目の不自由な方多かったですからね。だから琵琶法師とかね、恐山の板子さんとかちゃんと仕事を与えてたんです。社会福祉をただ与えてたんじゃないんですよ。特権的な仕事を与えていたんです。これが大事なことなんです。長調として、やむべからざる者は聖なるゆえに、天地を借りて持ってこれをしけども、しかも聖は、すなわちとどむべからざるなり、ここを持って聖の走るところを知りて、しかも持って字に処すべし、理のあるところを知りて、しかも持って、仏を悟るべし、炎天は守備を見ず、直水は標本を得ず、没とろと、いずれかその位置を取らん。また光塩水出しますけどもね、こっちが人間の、まあ、観測技術とか、まあ、物理によって明らかになったまあ露した世界です。じゃあ没した世界はどうしますかということで、最近ちょっと分かり始めたんですね。ちょっと分かりだした。漁師が2つ写真に撮れたとか言ってますけど、ちょっと分かりだしたんですね。で没と露と、いずれかその位置を取らんですからね、どっちが正しくて どっちが間違いかなんてこと言っちゃいけない。どっちもあるんです。以前なるものは、すでに善なるものはですね、すなわち帰り見てこれを見る、当然なるものはすなわち望みてこれを押す、まさに善なるものはすなわち望みてこれを押す、宇宙の果てまで、宇宙開闢の時から宇宙が終わる時までと計算してますよね。望みてこれを押す、推理してるんです。押すってことは推論している。今一理を明慶無鎮の前に掲げて、ことごとく事物をこれにつなぐ。これもとより天地を廃すべからざるものといえども、また変獣の任を担うことあたわず。一理を明慶無鎮の前に掲げて、こういうの、そうですね、ビッグバン理論です。一理を明慶無鎮の前に掲げて、こうだと言ってるんですよ。そういうことですよね。どんなに壮大でも人間の考えることですから、人間の脳の外に出やしません。一理を明慶無鎮の前に掲げて、前に掲げて、ここは前でいいですね。ことごとく事物をこれにつなぐ、そうでしょ。これもとより天地を廃すべからざるといえども、また変獣の任を担うことはあたわず。多分おそらくこれ、まあ、偏っていると、要するにそのシーソーの片っぽだけに乗っているということですよ。そうでないことはできない、バランスが取れてないでしょうということです。子は理を含む、理は子による、その副菜するところを見て、しかして副菜を押す、その往来するところを見て、しかして往来を押す。天札かつ武道徳が終わりました。元の自身に、深夜忍び込む方はこのデータを壊さないでください。壊したら警察に訴えます。
外部から壊しても、仮想ディスクですからね、仮想ディスクの脆弱者って分かってんでしょうかね。もうとにかくそれやったらもう警察行きですよ。捕まりますよ。これ国の重要文化財だから。国の重要文化財の最新の研究を壊したら、ちょっと罪が重いですよ。その時はもう警察に行きます。仮想ディスクっていうのは、デフラグしても壊れますからね。壊れることがある。壊れないそういうソフトもあるけどですよ、勝手にいじくれるもんじゃないですよ。外からいじくって、これ壊したら大事ですよ。では終わります。